ダメかな。そうだ、そうだけど、わざわざ言葉にしなくてもいいだろう。失礼しました。だから本当安永選手もう注目なんでね、はい、今日もぜひとも頑張っていただきたいと思います。はい、はい、以上それでは、選手総務局の紹介でした。それではまた後ほどお願いします。東京 100% 新車館スポーツ用館カーボンフリーコンサルティングメガロス証券メディカルサンインターネット SGS ジャパングリーンテラス汐留パートナーズ太陽油脂大塚製薬 J リーグタイトルパートナーは明治安田生命ルートインホテルズイオン EA スポーツドコモコナミデジタルいただきますようご協力をお願いいたします。試合終了後はスタジアムを出るまでに大変時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。ここでウェルカムキッズのご紹介です。本日は横浜レイトン様関係者の皆さんとクラブメンバーの皆さんです。サポーターの皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
手札など思い思いの浜ブルーアイテムやお持ちでない方は各入場口でお配りしたチアペーパーを掲げて選手の後押しのご協力をお願いします。チアペーパーこんな感じですね。魔王ちゃんが持ってる感じでこんな感じで掲げて浜ブルーに染めていきましょう。チアペーパー。まずはマッチコミッショナー審判団の発表です。マッチコミッショナー中島正人、主審大坪弘和、副審津原武史、副審藤沢達也、第4審判長峰浩輝、以上になります。この後は大宮アルティジャー選手会です。大宮サポーターの皆さん、ようこそ日発決戦へ。それでは大宮アルディージャスターティングイレブンの発表です。35番ゴールキーパー南優太、22番ディフェンダー茂木力也、24番ディフェンダー西村圭介、17番ディフェンダー新里亮、41番ディフェンダー小野正人、29番ミッドフィルダー三幸秀俊、6番ミッドフィルダー大橋久志、14番ミッドフィルダー武田秀俊、19番フォワード矢島慎也、10番フォワード川田敦史、48番フォワード柴山正也。続きましてリザーブです。44番ゴールキーパー涌井俊弘、4番ディフェンダー山田正幸、46番ディフェンダー抜き雅人、15番ミッドフィルダー大山圭介、36番フォワード吉永翔衣、27番フォワード中野誠也、28番フォワード富山高光、監督下田正弘。